うちはサスケ、お前に話したいことがある。風影、円筒をここまでガードされるとは、絶対防御は健在だな、砂漠のガーラ。お前の目は昔のままだな。かつて俺もお前と同じように復讐を生きる糧として生きてきた身だ。だがそれでは何も解決しないことを俺は実感してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取り憑かれるな。帰って来られなくなるぞ。俺が帰ったとしてそっちには何がある。俺がやる。カトン、放線化の術、連弾スナシグル、砂漠級。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきたもの。だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ。昔も、そして今も。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。砂漠早々、ジカトン、豪華級の術。所詮お前の憎しみは俺のそれに及ばない。俺の怒りは、俺の絶望は、お前以上だ。うちはサスケ。今のお前の目は闇しか捉えていない。憎しみに駆られ、世界を恨み、何者も信じられず、差し伸べられた手すら拒否をする。お前は俺と同じだ。アマテラス、深い深い闇の底にいたあの頃の俺と。無駄だ、まだ終わってない。闇の力か。以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。ナルト、お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。
伝えることは全て伝えた。帰るぞ、ガーラ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。行くぞ。サスケのやつはもうダメじゃん。ああなってしまってはナルトも諦めるしかないだろ。だがそれでもなお期待をしてしまう。かすかな可能性を。お前ならばかつて俺を闇から救ってくれたようにサスケを救い出すことができるかもしれないと。風影としてサスケを許すことはできない。だが一人の友として俺は渦巻きナルト、お前を信じている。お前ならば